衆議院選挙区一覧は、日本の衆議院議員総選挙において、1947年の第23回総選挙から1993年の第40回総選挙まで用いられた、中選挙区制における選挙区の区割りを示したものである。第2本帝国憲法下において制定された、衆議院議員選挙法では、以下のような選挙制度の変遷をたどっている。 日本国憲法施行に伴いそれまでの貴族院に代わって参議院が新設され、1947年に参議院議員選挙法に基づく第1回参議院議員通常選挙を実施。1950年には院ごとに分かれていた選挙法の統合や市長公選制の導入を目的として新しく公職選挙法が制定された。その際、衆議院の選挙区は、 第23回総選挙における区割りが一部、小幅な地域の変更が行われたのを除きほぼそのまま踏襲されたが、会を重ねるごとに農村部から都市部への大幅な人口の移動により会を追うごとに一票の格差が顕著となった。そのため、是政策として区割りを記載した別表一の正し書きに基づき5年ごとに行われる国勢調査の結果を反映した区割、り、 定数の見直しを行うこととされていたが、実際に定数是正が行われたのは、中選挙区制最後の総選挙となった第40回までの間、43年間で4回に止まった。定数は当初、第16回から21回まで用いられた3から5、であったが1953年の天見軍島、返還に伴い定数1の天見軍島選挙区が新設され、 1986年5月の公職選挙法改正による定数是正において、北海道1区が定数5、6に増員され、最大定数となる一方で新潟4区、石川2区、兵庫5区、鹿児島3区が定数3 2に減員され、選挙区ごとの定数幅は1から6に拡大した。1992年の公職選挙法改正では、新たに福岡1区が、 定数5、6となり、東京パック、和歌山2区、大分2区、宮崎2区が定数3に逃げにいん。他方、唯一の小選挙区であった天見群東区は、鹿児島1区に編入され、鹿児島1区は定数4のままとされたことから、実質定数源となり、選挙区ごとの定数幅は2から6となった。以下は、主な区割りの変遷である。定数の増減については、 各選挙区の候補参照、ありがとうございます。